自動車や建物などで使われている鉄鋼材料、みんなの身の回りにある材料の一つですが、実は水素が入るととっても壊れやすくなってしまうということが知られています。例えばこの写真では鉄のボルトが錆びてしまって、それで水素が入って壊れやすくなる、そのために折れてしまったという事例がここで示されています。まあ、壊れると危ないので、この壊れやすくなるということを防ぐためにいろんな研究をしているんですけれども、今日はとりあえず水素でなんで壊れやすくなるのかということはさておくとして、水素が入ると鋼がどれだけ壊れやすくなるのかということを実際に体験してもらおうと思います。まずは鋼に水素を入れてみましょう。水の中に入れた鋼と白金電極線の間に電気を流すと、鋼状にはたくさんの泡が出てきます。これは水が分解されてできた水素です。この水素のうちの少しの水素が鋼の中に入っていきます。めっちゃ泡出てる。完全に持ち込んで。すごい。すごいですね。これ。これ全部水素だよな。そうですね。もう一個の方移して、もう一個の方移して。全く泡出てないもんね。そうですね。それではまず、水素ない状態で曲げてみます。続いて水素を入れたものを曲げてみます。おお、めっちゃもろい。いい音した。水素なしの試料を叩いてみます。めっちゃ曲がる。どんどん曲がる。刀鍛冶のよう、刀鍛冶のようにいけます。それではハンマーで水素ありの資料を叩いてみます。おお。このまま引っ張って壊してみます。この壊れた2枚をよーく見比べてみると、なんだか壊れ方も違うみたいに見えます。水素を入れた時と入れてない時でなんで壊れ方が違うのかなって不思議に思うかもしれません。実はこの壊れ方の違いはとっても大事で、これをよーく考えることでなんで水素が鋼をもろくしてしまうのかということを深く考えることができます。この不思議を感じてくれた皆さんはぜひ以下の URL にアクセスして私たちの研究を覗いてみてください。